はい、どうも TG です。引き続きロスジャッジメント続きやっていこうと思います。今日はちょっとまたメインストーリーの方ね、進めていこうかなと思ってます。メインストーリーが99課で休むっていうことなんでね。ちょ待って、ちなみに大した何もやれてないけど5000しかないね。 OK、まあ、ちょこちょこね自分で上げたりもしてるんであれだけど、休むか。じゃあ依頼も終わってるよな。あ、矢上さん先日はお世話になりました。神ゲー製作所の沖崎です。え、続くのこのゲー、あれ前回のやつ。実はこの度我々の新作ゲームエアセリオスが完成いたしまして、ロケーションテストを予定しております。ロケテストとはリリースに先立ちユーザー様にプレイしていただき、意見などを取り入れる市場調査のようなものです。実はシノノメ D と鬼怒川 P が最終調整に関して大いに揉めておりましてロケテストの結果次第でそれを決めるということになりまして、矢上さんにも協力していただきたく産業会館ビル前にてお待ちしております。いや、それはやるわ。いや、メイン行きたかったけど。ロケテスト、ゲームのリリース前にユーザーにプレイしてもらって意見を取り入れるのか。なんか篠目ディレクターと鬼怒川プロデューサーがまた揉めてるみたいだな。揉めさせとけよ、あいつらは。話し合ったら分かるって。どこなの。あった、なんかかぶってんな分かりづれ、 VR のところと。 VR のところもさ、なんかやろうと思ったんだけど、なんかあのゲームすんのにポイントみたいな必要みたいで、それ持ってなくて、全然プレイチケット持ってなくてやれてないんだよね。なんかサイドケースあったんだけど、まああれに関しては長いし多分カットしてもいいかなと思っているんだけど。さあこの辺だな。あ、いた。沖崎さん、矢上さんお待ちしておりました。ロケテストに協力していただけるんですか。ええ、依頼ということでしたら俺の意見を受けて調整とかするんですか。実はロケテストはすでに何度か行っていて、調整はもうしない予定だったんですよね。え、なんで呼んだ。え、だったらなぜロケテストを。それがリリース直前になってシノノメ D と鬼怒川 P がまた揉め出したんです。そういえば依頼にも書いてありましたね。何があったんです。それは出てきたぞ。ユウ、おう、八神さんやないか。今日はロケテに協力してくれるんやって。ええ、まあ鬼怒川 P、 言っておきますが俺は譲るつもりないですから。シノノメ、お前の考えは古いんや。今のユーザーさんはな、難しいゲームなんて求めてへんねん。けど最近は死にゲーだって売れてるでしょ。そうだな。ターゲットがちゃう。お前にはマーケティングとか分からへんようだよな。鬼怒川 P こそゲームのこと分かってない。なんやと。おいおい、早速揉めそうだな。まあ、お二人とも矢上さんにも来ていただいたことですし、早速ロケテストに向かいましょう。まあそうやな。では矢上さん向かいましょう。ええ、ロケテスト、あ、 VR だ。高画会場か。矢上さんには出来上がったゲームを実際にプレイしていただこうと思ってます。その様子を見せていただくだけで大丈夫ですので。わかりました。じゃあ矢上さん、あんたゲームの腕前は。たまにゲーセン行くくらいですかね。ゲーマーちゃういうことやな。まあゲーマーってほどでは。そうか、なら好都合や。はあはあ。では矢上さん、早速プレイお願いします。基本的な操作方法はゲームの中に案内がありますので、ゲームオーバーとか気にせず肩の力を抜いて楽しんでください。ええ、わかりました。普通にこれ VR のやつ、あ、やるの。あ、このミッションやるってこと。適応撃破、なんだこれ。矢神、出るぞ。やったことないぞ。あ、なにこれ、なになに、なんだこれ。
エネルギーウェーブ移動、リペアチップ、ショットチップ、スリーウェイ。いや説明の意味がわからん、説明の意味がわからん。スリーウェイチップとは、ショットチップとは、リペアチップとは何をおっしゃってる。まあやればわかるか。あ、これでミサイル撃てばいいってこと。なんだこれ、合ってんのかやり方。特にだけどなんかなんとかチップみたいなやれない。これ端にやられんの早ない2発ぐらいでやられるんだけど、どういうこと。つまらん。ふう、楽しかった。嘘つくなよ、つまらんかった。おう、楽しんでもらいたいですね。ええ、またプレイしてみたいです。ギヌガー P、 ゲーマーじゃない八神さんだって楽しめたんだ。仕様変更はなしでいいですよね。いや、あかん。ええ、でも約束は違いますよね。八神さんが問題なく楽しめたら今の仕様のままリリースするって。うん、俺のプロデューサーとしての勘が支えとるんや。このままじゃヒットせえへんってな。しないとも、俺もしないとも。難しすぎるんやこのゲームは、操作が複雑すぎるんや。まあ、確かにな、いろいろ説明あった割には使うボタン1個しかなかったしな。いやいや、そんなことは。ロケテストでも好評でしたし。ちゃう、あかん、あかんのや。もっと思い切って振り切らなあかんのや。今の時代のカジュアルなユーザーさんでも楽しめるよう、ボタンを押しとるだけでもクリアできるくらいの方がええんや。なるほど、ボタンを押してるだけでクリアって、そんなのはゲームじゃない。まあ、俺も押してるだけでクリアの方がいいな。練習や工夫の結果、大きな壁を乗り越えてこその楽しさでしょう。しののめ、んなもんはな、化石や。業界のシーラカンスになったらあかんで。あかんで。な、何を。あの事情はよくわかりませんが、俺は楽しみましたよ。このままでもいいような。あかん、あかんのや。素人のあんたには分からへんかもしれんがな。はあ、あの女のためだろ。女？何？あんたがこの間ロケテストに連れてきたキャバ嬢だよ。このところずっと入れ込んでる女だ。あの女が難しい、操作できないとか言ってたからひよったんだろうが。なんやと？死ぬのめ、てめえ。まあでもね、そういう女の子もターゲットにしてきたらいいっていうことじゃないの。あの女がゲームが難しいとか言って不機嫌になったからご機嫌を取りたいだけだろうが。それでひかりちゃんの意見を取り入れたんだよとか言ってイチャこくつもりでしょ。それでもあんたクリエイターかよ。女口説きたいなら勝手にやってろよ。シノノメ、貴様ぶっ殺してくれ。ひぃ、まあ落ち着いて。なんだてめえ、てめえ殺すぞ俺、死にてえのかこれ。いやいや、殺すとかヤクザじゃないんだから。なんじゃ俺。誰がヤクザじゃ、こっちとら生まれてこの方仇じゃボケ。前も聞いたわ。くそ、こうなったら頭冷やさないとダメか。わかった、表に出ろ。戦うんか、やるのかやるなお前前もやられたばっかりだろうが。行くで、ヤガミ。もうアホだなこいつ。はい、わかった。一発もダメージ食らってないよ。弱いんだからお前正座してる。まったく、パワハラって知ってる。従業員の胸ぐら掴んでぶっ殺すとかさすがにないでしょう。すまん、ついカッとなって。現行仕様のままリリースで問題ないですよね。え、簡単にしてくれよ。ああ、だがしののめ、一つだけ言っとく、
俺がヒカリちゃんに惚れてるからあの子の意見にひよったんちゃう。クリエイター注文はな、常にユーザーさんの意見に耳を傾け柔軟な頭で考えていかなあかんのや。だから時にはちゃぶ台ひっくり返すことも必要なんや。俺はそうやって何度もちゃぶ台がひっくり返されるところを見てきた。結果名作が誕生する瞬間もな。はあ、せやからひかりちゃんのためちゃうで。わかりました、そういうことにしときます。ひとまず無事リリースできそうでよかったです。いやはや本当に八神さんのおかげです。今日からもうリリースされるので早いな。また気が向いたら遊んでください。ええ、あれ遊んだらまたなんかもらえるのかな。え、どこ、ここでできんの。ちょっと見てみようか。え、 VR のスゴロクと2種類できるってこと。あー、こっち側がそのドローンの方か。エアセリオス購入。あー、金で強くなれるん。金で強くなれるんこのゲーム。はー、そうなんだ、なるほどね。まあいいわ。まあじゃあとりあえずこれでこのストーリーも終わったことだし、あんまなんか大したストーリーではなかったな。とりあえずじゃあメインストーリー戻ろうか。よし、帰ってきた。じゃあ休もう、進めよう。さあどうなる次は。起きるところから電話鳴ってるよ。もしもし、白崎です。八神さん、今日も横浜ですか。沙織ちゃん。ああ、もしかして江原の裁判の件。あ、どうなった。ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に、どういうこと。公安絡んでんじゃない。江原の殺人動画を新証拠とするか事前に裁判官と協議したいと。あ、え、裁判官と協議するの。ネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。裁判官と協議とかしちゃっていいの。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが八神さんも同席できますか。わかった、もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。裁判所にはタクシーで行くか。なるほど、裁判所行こうか。つくもー、つくもしー、かまってくれないし。ちなみにないよね。あー、ないね。あと2個だ。じゃあタクシーで行くのか。 Hey タクシー、ちょっといいっすか東京まで。いや結構、結構じゃない、偉人町から裁判所、東京の裁判所って。そこそこ金と時間かかりそう。マミヤユイは痴漢の被害者ではなく、誰だお前。江原明弘とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。誰、高野貞夫、東京地検検事。被告人が痴漢した動機を説明するには御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々、あなたの本業は弁護士じゃなくて
探偵でしょ。そうですね。山野先生は今も弁護士の資格をお持ちです、まあ、資格持ってるだけだけど。気に触ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。へえ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。あ、源田先生そうなんだ。無礼な態度が許せなかったと。いや、無礼な態度はな。源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。駆け出しだからしゃあないだろ。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。沙織さん一枚上手。源田先生、沙織さんのキャリアを心配したけど、自分が若い頃は検察に喧嘩をうまくったんだな。源田事務所の弁護士魂はいつの間にか沙織さんが受け継いでいたらしい。話を戻しましょう。そうだね、戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。今のところね。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。なんだと？ん？ああ、失礼、遅くなりました。あ、こいつ公安のさ、やつじゃない？この間、おほら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 、今回病室に来てた。弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか？そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいます。お前名前なんだ？議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。絶対お前後で関係してくるでしょ。お名前を伺いますか？バンドと。あ、そう、バンドで言ってたわ。バンド肩書きは警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。公安調整、公安課調整官、バンド秀美。私が思ってた以上に、ここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明弘の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。確かに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、まあ、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば頭回るね。法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人。あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？申し立てるでしょう、沙織さん。何と言われようと、私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？江原の控訴について俺は今どう考える？どう答える？江原の無実を証明してみせる。三越馬殺しを償わせるべきだ。江原の有罪判決は間違っていた。うん、有罪判決は間違っていた。江原の有罪判決は間違っていた。全部同じようなことだけどな。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。
間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は録音しとけばよかったね。ていたか。いえ、ありません。間宮由衣の会話、駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。映ってない時間があるんだと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。どうだ、江原の痴漢を証拠付けてきた防犯映像には大きな穴があったはずだ。それは、はい、これだな。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。ほとんどね。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。だから上のカメラの方で同じ格好のやつが降りてきてるか。走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね、気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか。上のカメラ見たらいいんじゃないの。高野さん、ああもう残ってないのか、何もないから。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてないなら、疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっともおそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ、たかが痴漢だ。だけどその後に殺人があるからな。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした、取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。さすが裁判官。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。殺人動画だけで有罪判決はひっくり返せない。そもそも法廷に出すこともできないってことか。まあ、あの動画がね、嘘かもしれない、フェイク動画かもしれないって言われてる以上は。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。どこまで突っ込んで言う？失礼します。どこまで突っ込んで聞くんだ？坂東さんでしたっけ、公安の。その所属は名乗りませんでしたが、まあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？
そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど、話が早くていいですね、八神先生。怖っ。この局面に現れる怖な人間が楠本玲子の件と無関係のわけがない。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも思い越しを上げなきゃならなくなったとか。桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。おっと、うまくかわされた。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか。もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事？管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。そうだよな。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ。そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか。おっしゃってる意味が分かりません。認めないよな、そりゃ。間違いない、この男が RK を動かしてる。少なくとも相馬に指示を出してる連中の一味だ。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。結構いくね。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな。部下を育てるって難しいよな今。なるほど。特にそりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。表向きの会話しかできないからな。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。見せてきたぞ本性。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？やつをかばう理由があるのか？分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。ああ、それを言いに来たんだ。最後通帳ってどういうこと？記帳するってこと？通帳に記帳するってこと？通帳に記帳を略して通帳って言ってる？さて、ここからどう動いたもんかな。敵はクアナを探してる。こっちはどうする？うん、どうするの？誰か電話来る？これ電話来るやつ？お？ああ、とりあえず現場事務所行けって。いや、クアナまあでも相馬を探さなきゃいけないんだもんな。よし、帰ってきた。相馬をね、え？教えてくれる？相馬のところ案内してくれる？相馬を見つけないことにはな。 RK か？これ見よがしに監視してやがる。公安から俺への圧力ってことかな。え、戦えるの？戦うの？戦うの？あ、戦えるんだ。え、これ戦ったらどうするの？別に戦ったからなんかあるとかじゃない。え、なんか攻撃の仕方がなんかおかしい。これしかできない。あー、できた。なんかボタンなんかおかしいの。2人だけ？これ4人倒したらなんかあるとかそういうことはなさそうだな。まあじゃあ入ってっか。行こう。構ってられんな。
ただいま。沙織さんどうする？矢上さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバッグについている一味ということでしょうか？さすが勘がいいね。ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。おお、どうした星野くん。星野くん、 RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ、どうやらあの阿久津って幹部がカムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が RK のナンバー2ですよね。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？ん？八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野くんはどっからそんな情報を取ってくんだ？うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ねえ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。表彰しに帰ってきてんだ。確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？キャバクラ行ってみよう、キリュウさん。とりあえず仕方ないから。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて。そうなの？多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。沙織さん、もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。え、むしろ望むところです。乗り機会。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそー、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前は。本当、何を言ってんだお前は。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか？ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。クイーンルージュ、あそこが少し前、RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな？そうですね、もともと雇われ店長だったんですが、今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、一緒に行きましょう。そうか、一緒に行きましょう。源田さん、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。ん？先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回も前回やったやつ。はいはいはい。あ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。そうですね。あ、そう。やべ、なんか地雷踏みかけてるか俺。ここは彼女たちのセンスに任せてみるべきか。いや、任せようよ。沙織さんに任せるよ。俺なんかの出る幕じゃなかったな。ええ、こう言ってはなんですが自信のメイクです。任務に支障は来たさないと断言。ちょっと前回の化粧覚えてないけど。どんなんだったっけな。うん、その息や吉田、まあまあ好きな感じできたはずなんだけど。まあまあ、我が源田法律事務所は向こう20年は安泰だな。本当ですね。八神さんも英断でした。よし、じゃあ早速作戦を始めようか。参りましょう。ヘアサロンシェリー、チェリー、
メーカー仕上がるまでまだ少し時間があるな。何が起きても大丈夫なの？俺も準備しとくか。あ、戦うからってこと？これ何？適当にうろうろして、あ、そこで買い物しとけってこと？そんぐらい買い物ここでしとけよぐらいの話。え、ここで服買えるの？いらっしゃいませ。あ、何？竜の瞳、素材系か。まあ、買っといてもいいけど今別にいらんな。まあ、キャバクラで口説くためにはこの辺必要だったりするんだろうけど、まあ覚えとけばいいか。ありがとうございます。まあちょっとじゃあ買い物、あの回復系のアイテムも買ってみるか。電話来たりすんのかな、準備できましたみたいな。あ、なんだ、あの戻るってことなのね。いや、なんか電話かかってき終わりましたよって戻ってくるのかな、電話来るのかなと思ったら戻ってこいってことか。いや、じゃあ一旦今日のとここれぐらいにしようか。うん、次回はまたね、メインストーリーの方ちょっと続きやっていこうかなと思います。ということで今日とかこれぐらいにして、ちょっと買い物とかいろいろねしてこようかな。はい、ということでこんな感じにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。